こんにちは。こちらの動画ではクリエイターの皆様に YouTube の最新情報をお届けします。それぞれのアップデートに関する詳細は動画の下の説明欄のリンクからご覧ください。では早速始めましょう。頑張って作成した動画に黄色の収益化アイコンが表示されるのは避けたいものですよね。 YouTube では皆様からお寄せいただいたご意見をもとに広告掲載に適したコンテンツのガイドラインを一部更新しました。これによりこれまで黄色のアイコンが表示されていたコンテンツの一部に緑色のアイコンが表示されやすくなりました。例えば、度を越さない程度の冒涜的な表現、大人向けのユーモア、物議を醸し出す問題に関する生々しい表現を伴わない議論などを含む動画に緑色のアイコンが表示されるようになります。この更新がクリエイターの皆様のお役に立てば幸いです。YouTube の名前とプロフィール写真を Google アカウントの名前とプロフィール写真とは別のものにしたいという要望を多くの方から長年にわたりいただいてきました。今回それを実現することができました。設定の仕方を動画で紹介しているので説明欄のリンクからご覧ください。ご意見やご感想をお待ちしております。コミュニティタブは活用していますか？今月はクリエイターに役立つコミュニティタブの変更が3点あります。まず、YouTube Analytics でコミュニティ投稿のインプレッション数とエンゲージメント率が表示されるようになりました。次に、コミュニティ投稿1件につき画像1枚という制限を緩和し、1件の投稿で画像5枚まで共有できるようになりました。最後に、パソコンの YouTube と Android デバイス同様、iOS デバイスの YouTube アプリからも投稿スケジュール設定できるようになりました。今回の変更でコミュニティとのつながりがさらに深まることを願っています。米国在住のユーザー向けの YouTube 利用規約が昨年末に更新されました。また同じ利用規約の変更が2021年6月1日に米国以外の国にも適用されることを今月お知らせしました。すべての変更点をヘルプセンターでまとめていますのでご確認ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画はいかがでしたか？ YouTube クリエイターチャンネルでは定期的に YouTube の最新情報やお役立ち情報を紹介していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。では次の動画でお会いしましょう。こちらの動画では YouTube… あれ？ワンサイ。伴わない議論などに含む動画に緑色のアイコンが表示されるようになります。広告掲載に適…I got it.